しているかというのを、劇を交えながら、紹介していきたいと思います。それでは阿蘇の、草原劇場の始まり始まり。管理されなくなった草原にはツタや背の低い木々がこのように生い茂るようになります。あれあれ、私の大好きなクララが見つからない。どうしよう。あれ、柔らかい草が腐っちゃった。トゲトゲしていて食べられないよ。鳥が散歩もできないよ。どうしよう、誰か助けて。ああ、このままではその草原がなくなってしまう。野焼きは草原に木々が茂るのを防ぎ、また春の草の目立ちを良くするために行われてきました。しかし草原を管理する人が減ったり高齢化してきたために野焼きを安全に行うことが難しくなってきています。阿蘇の草原の SOS に加えて答えてたくさんの人が助けに集まりました。そして野焼きボランティアが結成されました。みんなが集まってくれたおかげで私も野焼きができるぞ。みんな配置にして。
ボランティアたちは野焼きの火が周りの森や家に移るのを防ぎます。こうして安全に野焼きを終えることができました。それから一月が経ち、うわー、お日様が暖かくて気持ちいい。あちこちから春の花の匂いがしてきた。あ、柔らかくてとっても美味しいもん。綺麗だったな。ようやくその春の草原が蘇ってきたようだ。よかった。こうして生き物たちの暮らす阿蘇の草原はこれからもたくさんの人たちの協力によって守られていくのでした。おしまい。ありがとうございます。